こんにちは、速稼塾の久保です。暗号通貨ね、なかなか面白くなってきましたね。まあ、ビットコインとイーサリアムはちょっと小康状態に入ったみたいですけども、我らが体の枝は抜群の上げを見せてますよね。これで過去に一番高値をつけた250円前後ですか、あの辺まで行くんじゃないかなってことになってきます。今度250円クリアしたら、これ300円とか500円に伸びていくなというところでね、今年の値動きが面白くなってきたなと思うんですけども、じゃあね、なんで私がそこまで体の枝に肩入れしてるのと、体の枝がこれからね価格を上げるのか、これに強い確信を持ってるかっていうと、これシンプルにね、はっきり分かんないんですよ。分かんないですよ、投資のことなんて。これ分かる人いません。だってね、どんな小さな要因が大きな影響を及ぼすか分からない中で投資をやってるわけですから、百戦錬磨の人もロスカットを繰り返しながら大きな利益でそれを相殺して最終的に勝ってるだけなんでね、分かっていたら一回も負けないってことになっちゃうじゃないですか。だから分かんないですよ。分かんないんですけども、私がこの2つは確かじゃないかなと思うのは、なんで値段が上がるかっていうとですね、まあ自分が買うからですよね。もしくは他の人が買うからなんですよ。だから全体的に買う人と売る人の、買う人が多ければ値段が上がるし、売る人が多ければ、まあ人数じゃないですけどね、額なんですけどね、売る金額と買う金額のせめぎ合いですから。だから全ての人の購入金額がトータルでの購入価格、これを上回っていればね、売りよりも値段が上がっていくってことなんですよ。これが一つですよね、分かってるのは。もう一つは、好情報、好材料を流すと、それにつられて買ってみようかなと、今のうちにっていう人がいるんで、だから YouTube 活動してるんですよ。体の枝はこれからどんどん良くなりますから買っていきましょうとかね。そういう呼びかけをするのは、買うことによって本当に値段が上がるからなんですよ。だから体の枝のネガティブな情報を私が発信すると、価格がまあガーンと落ちるほどの影響力はないですけどね。でも YouTube をやっている人の中で影響力のある人がみんなしてね、体の枝売ろうぜって言ったら、多分これ値段下がりますからね。だから体の枝のホルダーさんがそのまんま体の枝のポジティブな情報を発信してるってことは、なかなかね、体の枝に乗っといてもいいんじゃないかなって思わせることですよね。何よりもチャールズ・ホスキンソンさん自身が発信してますからね。これほどしっかりした暗号通貨っていうのは他に類を見ないと思いますよ。まあなんかね、中央集権みたいな感じはしますけども、これがプルーフ・オブ・ステークスにどんどん変わってきてますんでね、ステーキングによって。これからますます分散化、透明化がはっきりするんじゃないかなと思います。あと2時間でまたステーキングに切り替わります。エポックが切り替わりますので、ステーキング報酬入りますけども、もうすでにね、ステーキング報酬だけで暮らしてる人、これもね、結構いるんじゃないですかね。まあそうなると、体の枝に良かった良かったしかないわけですから、ああそんなにいいんだったら自分も買おうかなとかね。特にビットポイントジャパンがこれから上場しますから、日本で体の枝、そうしたらますます日本人で体の枝を買う人っていうの増えますんで、値段が上がるっていうふうに考える人は多いでしょうね。だから今日本上場を前に値段が上がってるとも言えるんですよ。まあぶっちゃけね、その私も動画いっぱい出して、こうなるだろうって根拠はお話してるんですよ。でもそうならないんじゃないかなって根拠も同じぐらい持ってますからね。だからロスカットを引くんですよ。だから投資を学ぶわけなんですよ。分かんないから、分かんないから学んで、学んでも分かんないところからあるから、さらに学ぶんですよ。分からなければ分かるまでやるだけ、できないならできるまでやるだけ、それだけなんですよ。分からないことを放置しておいて分かるってことはないですし、できないことを放置しておいてできるようになることもないと私は思ってますし、諦めて成功することもないと思うんでね。だからすごくシンプルに、成功するまでやるとかね、分からないからやると、分かるまで、できないからやると、できるまで、まあ、そんな考え方です。私の必勝法があるとしたら、それだけですね。で、私が負けたと認めるときは、唯一死ぬときだけです。死んだらゲームオーバーで、もう二度とこの世の中にね、トライできませんから、死んだら終わりと。死ぬまでのレースをどれぐらいね、戦っていけるか。死ななければ、私は、まだそれは勝負のプロセスだと思いますし、投資の単なる一過程に過ぎないと思ってますんで、私が全財産を失ってね、どっからも借金ができないがんじがらめの状態、まあそんなことはもうないと思いますけどね、そうなった時が私がもう退場する時かなと思います。まあ、体の枝があるんで、背骨がビリッと入ってるような感じですね、今ね。FX も調子いいし、言うことないなと思っております。それでは今回は以上です。